はい、こんばんは。お名前教えてください。私はニャンと申します。ニャンと申しますね。今年は21歳です。21歳。はい。ベトナムのどこから来ましたか？ベトナムのフェイから来ました。フェイが旅行有名な土地ですね。はい、そうです。はい、ニャンさん、今どんな仕事をしていますか？パネルをしています。建設の？はい、そうです。建設中です。建設の仕事をしていますね。今どこにいますか？茨城県にいます。茨城県のどの辺ですか？鳥出です。わかりました。はい、はい、日本に来て何年目ですか？今は3年目です。3年目ですね。はい。今の仕事は続けたいですか？それとも違う仕事をしたいですか？はい、違う仕事をしたいです。どんな仕事をしたいですか？例えば工場で仕事したいか、野菜を作って仕事をしたいか、どんな仕事をしたいですか？工場の仕事をしたいです。わかりました。にゃんさんの趣味は何ですか？私の趣味はサッカーをすることです。サッカーをするですね。もう今日3人面接したけど、3人もみんなサッカーすることが好きですってみんな同じ趣味です。ベトナム人はサッカーを好きで、サッカーが好きですね。はい、はい。で、日本に来て、どんな料理、日本料理、どんな料理を食べましたか？ラーメンやうどんやと刺身です。日本の餃子食べましたか？餃子食べたことありますか？餃子わかりますか？中には豚肉、外が皮。食べたことありますか？はい、食べたことがあります。ベトナムはスイカを、ヘマンジョ、食べたことありますか？スイカは味、中国っぽいの料理ですよ。食べましたね。はい。はい、ありがとうございます。で、にゃんさん、今日本に一人ですか？家族誰か日本に来ますか？お姉さんは今日本にいますね。お姉さんどんな仕事をしていますか？ホテルのことビールクリーニングの仕事をしていますね。そうです。ホテルのビールクリーニングですね。はい、はい。お姉さん一緒に住んでいますか？いえ、お姉さんは神戸に住んでいます。そうですか、わかりました。お姉さん結婚していますか？いえ、結婚してないです。まだ結婚してないですね。わかりました。にゃんさんの家族何人がいますか？7人です。7人、はい。まず、はい、お父さん、お母さん。お母さん。お姉さん2人。妹2人です。わお、じゃあ、兄弟5人ですね。はい、そうです。すごい、じゃあ。妹のため頑張らないといけないですね。はい、今日本語何級勉強していますか？日本語1級、はい、2級、3級、 N1、 N4、 N2、 N3 とかありますじゃないですか。今勉強していますか？はい、はい、勉強しています。今何級勉強していますか？ N4 です。 N4 勉強していますね。
これから今年の10、まあ来年近ければ来年の7月に何級合格したいですか？ N3 合格したいです。N2 はいつ合格したいですか？ N2 はあと2年ぐらい。2年ぐらい？じゃあ再来年、はい、再来年 N2 合格したいですね。日本、例えば次の会社決まればに、どのぐらい日本にいたいですか？日本何年ぐらい住みたいですか？5年ぐらい。5年後はどんな仕事をしたいですか？5年は工場の仕事を続けたい。そうです。もともとニャンさんの夢はありますか？夢、はい、あります。どんな夢持ってますか？子供の話は夢よりサッカーの選手になりたい。そうです。はい、ニャンさん何センチありますか？身長何センチありますか？165センチですね。はい、そうです。何キロがありますか？体重何キロありますか？58キロです。今の仕事は何時から何時までですか？今は8時から5時まで。8時から5時まで、はい、今大変な仕事を働いてますね。そうです。じゃあこれから今年の年末に試験合格できるように日本語と練習いっぱい勉強してくださいね。はい、じゃあ今日これで終わりますので、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。